世界の昔話、2本のろうそく。昔昔、ある家のテーブルの上に2本のろうそくが置かれていました。1本は蜜ろうといって、とても高価で上等なろうそくでした。くるくるとねじった細身のデザインがとってもおしゃれです。もう1本はクジラの油から作られた安物のろうそくでした。上等なろうそくと違い、ただ丸めただけのおデブさんです。蜜ろうは自慢げに言いました。僕は他のろうそくよりもかっこよくって、しかもずっと明るく光るんだ。だからきっと銀のろうそく立てに置かれるよ。蜜ろうの言葉に安物のろうそくがため息をつきました。いいなあ、僕も君みたいに客までパーティーに来る人たちを照らしてあげたいよ。でも僕が行くところはせいぜい台所さ。その時、この家の奥様がやってきて、安物のろうそくを手に取ると台所に持って行きました。やっぱり安物のろうそくはがっかりです。台所にはカゴを抱えた小さな男の子が立っていました。そのカゴの中にはたくさんのじゃがいもといくつかリンゴが入っています。奥様が男の子に言いました。さあ、このろうそくも持っていきなさい。あなたのお母さんは夜遅くまでお仕事をなさるでしょうから、これが役に立ちますよ。するとそれを聞いたこの家の小さな女の子が言いました。ほら、私だって夜遅くまで起きているわ。だって今夜はダンスパーティーがあるんですもの。私、大きな赤いリボンをつけてもらうのよ。安物のろうそくはお星様のようにキラキラと目を輝かす女の子を見て、うわー、なんて可愛いんだろう、と思いました。でも僕はもう二度とこの女の子には会えない。蜜ろうくんはきっと女の子とダンスパーティーを楽しむのだろうけど、僕は貧しい家にもらわれていくのだから。男の子はカゴにろうそくを入れると、みすぼらしい小さな家に帰りました。この家のお父さんはもう死んでしまって、お母さんが縫い物をしながら三人の子供を育てていました。男の子がカゴのろうそくをお母さんに差し出すと、まあ、いいろうそくをいただいて、とお母さんはとても喜んで安物のろうそくに火をつけました。その時、この家の一番下の女の子が入ってきました。その子はニコニコしながらお兄さんとお姉さんのところに行くと、あのね、問題だよ。今夜のごちそうはなんだ。それはね、あったかーいじゃがいもだよ。女の子は嬉しくってたまらないというように、かわいい目をキラキラと輝かせました。安物のろうそくはその女の子を見てこう思いました。あ、さっき見たお金持ちの女の子と同じ目だ。向こうは豪華なパーティーで、こっちはじゃがいものごちそうだけど、どっちの女の子も同じように幸せなんだな。やがて晩ご飯になりました。とっても美味しいじゃがいもだね。それに
リンゴまであるんだよ。神様、お恵み、ありがとうございます。にぎやかな食事が終わると、子供たちはベッドに入って、お母さんからおやすみのキスしてもらいました。ああ、楽しい夜だったな。安物のろうそくは、この家族と一緒に幸せな時間を過ごせて、とても満足でした。もう蜜蝋くんが羨ましくないや。みんなそれぞれに幸福があって、自分が幸福と感じられれば、それは幸福なことなんだ。だから僕は本当に幸福だ。あ、お母さんが縫い物を始めるぞ。よし、僕も頑張らなくっちゃ。おしー